Thank you.
去年その一をやってですね、イベントということで今回は、1年ぶり、ちょうど1年ぶりに7月ライブでやらせていただいております。で、ですね、後ろのマックスは多分みんな知ってる人多いと思うんですけど、1年間から日本で修行されてたので、ね、この3人がちょっと1年間ヨーロッパツアーのマックス知らない人が多いと思うので、ね、まあもちろんマックスも紹介してますので、ね、紹介していこうと。じゃあまずはギターですね。この度このかっこいいギターを購入しまして、いくら前ですか？14万です。14万円次の曲は太郎が言いそうするので聴いてあげてください。そしてベースは、はい、3年の太田千正幸です。どうも。ベースは11万円です。そしてドラムかな。エントリーシートには早崎勇気って書いてます。早崎マックスですね。そしてもう一人のギターでやらせていただいてます、高田優です。よろしくお願いします。差は19万円です。で、太郎とこれはスウェーデンのルンド大学というところから帰ってきまして、マスさんはイタリアのベネチアね、水の都から帰ってきて新規って感じでライブをしております。めちゃくちゃ暑いですね。で、あとなんだ。そう、あとね、こうやって今前結構集まってもらうとすごいありがたいんですけど、結構前半アコースティックが固まってこうしんみりといい感じになってきたところで、さっきあのレンタルバンド、レンタルなんちゃらバンド、元レンタルバンドで今レンタルアリのバンドね、がめちゃくちゃボルテージ上げてくれて、でそこからまあ、バンド編成が続くんですけど、こう全員でね、出演バンド全部で協力して一日を作り上げるというのがライブだと思うので、僕らもそれにの流れを切らないように頑張っていこうと思うので、今日一日どうぞよろしくお願いします。ということで2曲目は、留学生活の7割をこの曲で費やした留学生活の6割をこの曲に費やした渾身の1曲なので聞いてください。
ありがとうございました。インストゥルメンタルジャーニーでした。